はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネル、ペネシのピヨタです。さあ今回もひなちゃんメイズタワーやっていきたいと思います。今回はチャレンジの等4回、まあ棒数をね1回か2回ちょっとオーバーライドしていきたいなと思っております。まあボスもね出る量も少ないですし、あと長丁場になりすぎるとねうちのキャラもはい、結構ね厳しいことにもなってきますので、鼓笛体スイカ出るのか。そうか、鼓笛体スイカはねバフかデバフ違う、守りのバフか、攻めのバフかのどっちかのねスキルを確実に持ってると思うんで、隙あったら取っておいてもいいかもな。まあとりあえず、ボスをねオーバーライドできないかなと思っております。まあボスですからね、敵もね、本当にちょこちょこと強くなってきていますので、まあここで全滅することもね一応視野に入れたくはないですけど、まあ視野のところには入れつつやりましょうか。はい、あやべえ、アイテムが柔らか着ぐるみなんだっけ。ディフェンスに 12% くらいのやつがついてくんだっけかこれ。ああそうですよね、よかったよかった。はい、とりあえずねそんな感じでボスをね1体でも2体でもオーバーライドしていきたいと思います。出てきたよ、もうこれでやろう。とりあえず、ここのねベアひなちゃん行きましょう。前回のね感じだとウサギニトリのね野菜スティックがちょっと個人的にイライラしたんで、ちょっとそっちから倒しましょう。そうだよな、スキルは鈍化の術。まあ無駄に SP を減らすのもなんだしな。薬神ブレードタイプ1で、こっちはできないのか。その代わりアタックはあれ、ウサギニトリってなんかそんなのあったっけ。マジか、ちょっとウサギニトリそこは覚えてないぞ。何パーの確率かで回避してくるのか。野菜スティック、薬神ブレードで殴る。オッケー、あ倒した、よしよしよし。うわっつわっつ、マジっすか。とりあえずねヒールができてよかった。おっそだけも打っとこうか。一応ひなちゃんの SP はねあんまり減らしたくないんですよね、替えが効かないのもありますから。サンダークロー、サンダーじゃないじゃん、エフェクトはサンダーっぽいけどサンダーじゃねえじゃん。一応回復だけしておこう、死なれると困る。いいスキルいっぱい持ってますからね、レイズデッドとか。もうそろそろだよな。敵がね自動的に攻撃とともに HP を回復し始めたら多分狙い目なんですよ。なんでね HP120 くらいっていう風にコメントであったんですよね。うわーまだか、あやべやべやべ、麻痺つけとけてんなら全体回復が欲しいですね。ここいやーこれはきついぞ。とりあえずブレードひなちゃん倒さないで、倒すか。うすうすそんな気はした。着付けキック。ああ、麻痺解除のキックだっけ？なんだっけか。もうこういうスキルがね、わからないから困るな。着付けキック。誰に？キックだもんな。多分攻撃判定あるやつだから、こっちにつけよっか。攻撃判定があるやつ。ちょっと見てみましょう。着付けキック違うし。味方単体のすべてのデバフを解除する。ほう。ほうほう。なるほどね。ウサギニトリだろうな、これ落としたの。なるほど。じゃあちょっとね、ベアヒナちゃんか。あとここ、プロトニトリボスも出るらしいので、まあ、そちらのね、どっちかをオーバーライドするまで一旦カットしたいと思います。カット。おっしゃ、いった。あぶねー。本当に危ねえ。ブレードひなちゃんロストしましたけど、その代わりいけましたね。でもロストしたらなスキルが引き継げないのが本当に痛い。剣の波動と悪しき炎、
なんだろう、オーバーライドは成功したけど負けた気分ですね。あぶねえ、もう死にかけだ全員。チョコレートとかあったっけ。あ、ない。大きなおにぎりか。やばい、もう SP の回復アイテムがないぞ。スイカショップあったっけ。とりあえずね、できたんで一旦戻りましょう。あるかな、スイカショップ。あった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 、そうだ、ここにあったわ。おにぎり、他の、こんな感じで多分いけるんですよね。お金、ここ1900、だいたい6000円くらいか。チョコレートがあるとね、あのサポートひなちゃんの技をいけるんで、それの上位互換が欲しいんですけどね。でもチョコしかないか。これお金が安い時に買うのがねミソなんですよね。だいたいこれぐらいかな、816円。やっぱね、こういう地道なポチポチが実を結ぶんだとは思うんですけれどもね。これぐらいでいくかな。アイテムありすぎると困りますし、とりあえず SP を両方とも回復させておきましょう。とりあえずじゃあ戻りましょう。早いな、ジュエリー早っ。とりあえず戻りましょう。ジュエリーちゃんそんなに早かったっけ。え、ひなちゃんのスピードこれでも14あるからな。うむ、とりあえずまあ戻って5階に行ってみましょうか。5階はあれですか、敵のやつ的には柔らかな光とか言ってるんで、美術の塔じゃなくてなんだっけ、芸術の塔。もうなんかいろいろ混じっててわけわかんねえなこれ。パンダひなちゃん動物の塔、まあこれはね、定期検診の人なんだっけ、いぶき、まあいいや、定期検診の人。あと鍵と、鍵を一番最初に潰すべきですよね。あとはメイリン、メイリンと鍵を先に潰す。いやー、なるほど、こういうタイプか。でも定期検診あるとすごい安定すると思いますからね、絶対。これだけは確保しておきたい。なるほど、ちょっとやりましょうか。ちょっと今回これぐらいになっちゃうかな。カットしたらどれぐらいになるんだろう。うわぁ、うへぇ、マジで。ちょっと待って、回復高いです。剣の葉の音、悪しきの炎。剣の葉とは。そうか、敵にも定期検診が適用されちゃってんのが。くそ、アタッカーを倒されると俺も何もできねえぞ。とりあえずちょっとだけでも回復して。死ぬな、死んだら困る。死ぬな、マジで。ああ、麻痺してる。全体回復がないのはこんなにきついか。鍵。なんだっけ、シンモロハみたいな感じの。あれになられると本当に困る。え、でもこれ死ぬぞ。死んじゃうよ、マジで。マジでどうしよう、これ。アタックに転じてもダメだしな。ひなちゃんで、プロトニトリボスを回復して、全体技を持ってんな。プロトニトリボスしかいないんだ。来た。シンモロハ。おい、なんでだよ、動けよ。畜生、ジュエルアタック。オッケー。オッケーオッケー、鍵山ひな。倒して、ヒールで、こっちかな。で、ひなちゃんも火力的にはそんななんで、とりあえず早く動いてくれ。うわぁ、ひなちゃんが麻痺。剣の肌。効かないなぁ。そうか、息吹ないから、ジュエルアタックはメイリン。攻撃されるごとにダメージが上がるはず、メイリンは。で、サポートは、とりあえず休んでもらって、お、暗闇状態ナイス。暗闇状態は本当にナイス。剣の肌。わっつ、きっついものがあるのはこれ。とりあえずジュエルアタックができない。殴る。倒せない。サポートひなちゃん。ヒールが一応これ打てるから自分に向けて打ってもらおう。あ、ひなちゃんそっか、麻痺してたんだった。あー、どうしよう。剣の波動でなんとかなるか。死なない。そうかそうか。これはきついぞ。こうだもんな、現在。メイリンが落とせないと困る。
とアイテムです。あるよな、リブートカプセル。とりあえずこれだけでも使ってさ、その葉ご飯マジですか。もう復活した途端に死ぬ。剣の波動パンダでいいから死んで。マジかよ、ここまでか。とりあえずリブートでひなちゃんが生きてないとなんともならねえって言ってるそばから死んじゃう。マジか、強い。わーし、メリン死んだけど、その他も死んだ。その他もろもろも死んでるんだけど、どうしよう、これどうしよう、マジで。パンダ死んだ。プロトニトリボスアイテム、なんかある？リブートがある。死ぬな、マジで死んだら困るぞ、これ。どうする？ああ、さっきのところでおにぎりを買っておくべきだったのか。これはしんどいぞ、マジで。でもサポートひなちゃんが生きてれば、なんとかなる。だから、サポートひなちゃんは防御専念。で、プロトニトリボスは、殴る。死ぬなよ。あ、でも、8か。8回復してんだったら、なんとかなりそうだな。殴る。6、防御。とりあえず、3まで行って、ヒーローを使って、サポートひなちゃんを回復できたら、まだ勝機はある。とりあえず攻撃。やばいな、マジで。サポートひなちゃん防御。1、これで耐えてくれるはずだから。攻撃。死ぬなよ。死んでくれるなよ、マジで。オッケー。サポートひなちゃんの番になった。オッケー。まあ、ここならオーバーライドできるんじゃないか。できる仮説。いけ。よっしゃ、いったキングダムハート。オッケー。あぶねえ。お、敵剣士持ってる。やったー。良い状態のとっていうのはあんまりですけれども、敵剣士持ちのやつをゲットできたのはでかい。これは、SP が完全に切れてるサポートひなちゃんを交代するべきかな。でも回復がなくなるのは、そうだよな。ステータス確認で。あ、でも SP29 あって、マジックも29か。あ、なら、できますね。これはいけるわ。じゃあ交代しておきましょう。危ない。とりあえずね、今回はここまでといたしましょう。ちょっとね、最後のところ、常に喋り続けてたから多分カットできないと思います。動画時間長くなってすみません。次回、この続きからやっていきましょう。ということで、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。